12月1日、はい、1> 竹中平蔵はなぜ反緊縮に転じたのか、知ってます、このニュース。ああ、あのそうね、そうね、なんか、うん、こういうことなんじゃないんですかみたいなの出されてましたけどね、事実関係だけちょっとまず見ましょうかね、はい、よいしょ、11月の28日の朝,な朝まで生テレビ、テレビ朝日ですね、そちらで、えー、竹中平蔵氏がですね、 えー、確か森永さんかなあの森永康平さんのお父さんのこと、ねはい、森永さんと、えー、話している時にこう言った「財政均衡論は間違いだったことが分かった今年はまだ100兆円の国債を発行しても大丈夫日銀が買い取っているんだから」あとね、えー、戦争でもしない限り供給能力が温存されてるんでインフレにならないっていうことも言ってた、はい、何正しいこと言ってんだろ<ー> <laughs> っていうふうに思っ で、ポイントはね実はここだと思うんです私日銀が買い取っているんだから、はい、あの、今までも財政破綻論を指定する人はいたんだけどもななんんか変なんだよね。あの、内閣官房参与になった高橋陽一が典型ですけど前も話したでしょう、はい、要は政府は確かに金融負債でかいんだけど金融資産もこんなにあるんだからと大丈夫だよとそれはいざという時にその資産を売れってことだろ、うん、っていうふうに私が挫折。座水はい 邪水だよしてたりとかねあるいはあのこれも高橋おうちだけどえ金融資産という,こう、えー、借り方にあって金,あ金融債、ね、が貸し方にあって、えー、金融資産があってそこの差額、えー、政府の純負債、はい、これ政府の純負債って債、まあ、務超過ですけど反対側に誰か純負債になってる人がいるんでケ、はい、さんですって、はい、私ですって、まあ、何の問題もないんだけどなぜかそこを彼はね超税権で埋めてたのね超税権バランスシートっのんじゃねえと。<laughs> はい え、徴税権バランスシート乗っけるってことは、いざというときは徴税で返すよってことなんじゃないですかとかね。<ー>いろいろ突っ込みどころがある、その財政破綻否定論を言ってたんですね。うんうん、で、竹中平蔵に至ってもっとすごかったんです。何だったんですかあの、昔、私が、えー、テレビ大阪の番組かな出たときにですね、彼がこう言ったんですよ。えー、三橋さんと。今は確かに、 家計の金融資産がいっぱいあるから大丈夫だけど、そのうち国の借金が家計の金融資産を抜いて破綻するんですって言ったんです。よく聞くレトリック、ね。はい、はい。まあ彼が言い出しっぺじゃないんですよ。うん、多分伊藤元茂なんだけど、あれ。で、それ言われたら私が、竹中さんさ、と。政府がお金借りて、そうお金使いましたと。そのお金消えないよね。企業とか家計に行くからそっちの金融資産増えちゃいますよね。 だから金融家計の金融資産はもうあの政府の負債が抜くとかありえないからって言ったんです、うん、そしたら「三橋さんの論が正しいんだったら政府は5,000兆円の国債発行して太平洋を埋め立てればいい」とかいきなりネジが飛んだなん何じゃこのおっちゃんはとはい、はい、あちなみに5,000兆円の国債発行することは簡単だけど、はい、それで太平洋を埋め立てるとかできないからねなんでよく分かるなんで 供給能力足りないからうーんその分の分だっていきなり日本の GDP の10倍の需要を作ったって対応できるわけないじゃん。はいはい、ということで,、はい、でそのすぐそういう極論を言うっつったら極論を言えば分かるんだとか言われたの、はいうん、結構ねあのねあの,おもしあの面白いんですよ<う>私は竹中さんいじるのが <laughs> 好きだったのでもうおかけそんなことやってたら呼ばれなくなったんだけどまあそれはいいんだけどあのでね要は財政破綻論者だったんですよ。はいうん なんで財政破綻論言ってたんでしょうね。私ね、竹中さんのことを散々こうバカにしたり攻撃したり批判したりしてるけど、彼が頭が悪いと思ったことは一度もない。うん、超絶的に頭がいいと思う。なんていうか自分の利益になるところ見つけるのがう,、ね、うまい。うん、うまい上にその何か言ってるときに必ずそのビジネスっていうのがありきなんですよ。うんうん、ビジネスなしで言ったこと多分ないんじゃないですか。うん、だから財政破綻論言ってるときは。 それは財政破綻論っていうのが煽られると自分のビジネスになるので実際になったんです。はい、どういうまあ彼は知ってますけど知ってると思いますけどパソナグループの取締役会長なんですよ。よパソナって登録したことある？ないと思います。派遣会社届け出たことあるのあなた？はい <laughs> あ,ありますありますよね。でその代表がパソナじゃないですか。はい。でその財政破綻論が煽られてで二つ道があります二つ道がある一つは あの財政破綻論ということで、緊縮財政で国民経済デフレ化ってなると、地方行政、地方自治体は税収が上がらなくなるんです、反対側で国の借金で破綻するってことで、政府の地方交付税交付金を削減していったんです、うん、とこ、地方自治体どうなんだと、税収取れないし、政府からの支援金も減らされる、はい、どん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 財政が悪化していったわけです。うん、で、反対側で、まあ、これ、次回の話とも絡むんだけどその、公務員さんって比較的雇用が安定してますよね。うん 所得も安定してますねとで公務員給与って確か大企業に合わせて上下するんで例えばデフレが深刻化して中小企業メタメタになったんだけど、はい、それでも公務員の給料はあまり下がんなかったんですよ。下がるのかなあの今度下げるとか言ってたけどあっか費を下げるって言ってたけどするとねその自分たちがデフレで貧乏になってるその多くの日本国民がですねルサンチマンを刺激されるんですよ。 公務員多すぎるとか公務員給料高すぎるとかあいつら税金泥棒のくせに金もらってぬくぬくしてやがるみたいなこうあおりをするわけです。散々見てきたやつですね見てきままししたやっぱりん気がしますすすそうですか、はい、すると「許せねえ!」って話になって、うんはい、それで地方自治体としてはしょうがないからわ分かりましたと。ということで公務員正規の公務員を減らしてあのであの退職する方いるじゃないですか、はい、その分雇わないんですよね。 雇ったとしても非正規雇用、うん、で、えー、特に市役所とか区役所とかの窓口を派遣社員に変えていったわけですよ、はいうん、そこにパソナが入っていく、はい、あの今今も普通に募集してますからね市役所で働きませんかみたいな <laughs>、はい、それがなんて言うんですか役所の 直接の雇用じゃなくて、一、うん、回パソナとか。派遣の会社が入ってるってことですか。うです、はい、あのね、派遣ビジネスの美味しいところは、チャリンチャリンなんですよ。うん、ある意味プラットフォーマーです。うん、我々が批判している。一回例えばパソナ契約で、あの市役所に入ったら、その人給料もらうじゃないですか。そこから何もしなくても、チャリンチャリンって抜き続けられるんですよ。うんうん、美味しいでしょう。それをガンガンやった。うん、っていうのが、これが一つの例なんで。 要は財政破綻論を煽ったことによって竹中パソナ取締役会長は絶対に利益を得てるはずなんです、はい、あの竹中さんだけじゃないですよ。うん、というようなことをやっていたのでその財政破綻論を煽ってる理屈が分かってたんだけどそれがいきなり転じたわけですよ。はいはい、何事はどうして,うしてむしろ怖いでしょうと。で、えー、これ前も使いましたけれども今の日本国民に必要なのはこの2つの「漢」ですね漢正しい国家漢 正しい貨幣感前,前言いましたけど多くの日本国民多分ここなんですよね正しい貨幣感なしで,で国家感はそれなりにあるの共同体意識もあると日本守りたいとか自分のふるさと守りたいとか普通でしょこうやって <laughs>、はい、でもなんかこの間私ちょっと思ったんですけど、うん、私ぐらいの世代ってんか逆な国家感弱いのが多い私はいんですけどい両方ない貨幣感はんか考えたのが、うん、なんだろうキャッシュレスが、はい 浸透したから、な,なんかお金がこの札なんじゃなくてデータだっていうのが頭に入りやすくなった。ねはい、けど、うん、なんかこの間あのせい先生の講義で聞いてて、はい、あーと思ったのが、なんか先生が言われてたのが、みんな私たちの世代って結構ネットで稼ぐから、うん、なんか人と人、はいはいね、おかげさまみたいなのがあんまりない。はい、そこっちになくなっていくるんでしょ、ね。そう、うん。どっちもどっちみちゃダメなんだけど。はい。<laughs> <laughs> あのここれはあるけど、こっちがないと確実に。 いやあなた将来世代のこと大事でしょ?」って言われて「いやそうそうだ俺らは子供の孫その先の世代までのことを考えてるんだじゃあ国の借金を先送りしちゃいけないよねつけ残しちゃいけないよね」とに引っかかる、うん、でこれがなくてこれがある人竹中平蔵典型ですよねはい、はい、そうすると要はまあ今の若者がどうなのかわからないけど正しい貨幣感に基づいて自分の私益拡大に動く、うん、ということなんですよ え属していいる数少なこっちでこっち,で、うん、こ,っちこっちはまだね昔からいわゆる保守派っていう人たちが頑張ってたんだけど、はい、ここがなかったんですよ、うん、ほぼ我々だけ。ででもやっっぱ、MM、はでかかたということでね竹中さんがその日本国民のために緊縮財政を転じる財政拡大をやろうなんていうことを言うのはですね 多分そういうこと竹中さんが言い出すよりも早く地球が滅亡すると思うんだな。あ <laughs> そっちですか。はい。確実にそっちの方が早いよ。ということは、なんで。言ってるんでしょう。利益拡大ですか。利益拡大なんだけども、どういうやり方なんでしょうと。彼ヒント出してるんだよ。九<ー>月でしたっけ。はい。その竹中さんが。えっと、ミルトンフリードマン式のベーシックインカムをやるべきだって言ったの覚えてません。あなんか聞きました。はい。あれ。どういうことかというと。 ミルトン・フリードマンって名前出してたし負の所得税って言葉も使ってたから確実に彼の頭の中のベーシックインカム BI は社会保障全廃、はい、生活保護失業手当、えー、医療保険、うんこえー、年金国民年金あの国民年金だけじゃなくてね公的年金全部廃止それで財源獲得してあと負の所得税高所得者から税金取って機械的に低所得者に分配する BI っていうのをやると。はい。はい。それって例えばさ、ちょっと想像してみてほしいんだけど、一人まあ5万円必要月。ええー、光景さん一人ですけど一人暮らしですよね。はい。すいません。です。はい。一応聞いてみました。はい。二人じゃないよね。二人です。でこれ例えば四人家族だったとしましょう。はい。さ、月20万なんですよ。うん、はい。でもちろん働いていいんだよ。いくらでも。はい で最低こう20万の所得が保障されてその上に働いた分がボンって乗ってくるから50万60万っていうような所得を得る世代っていうのが普通に増えてくると思いますうん、うん、その代わり社会保障とか一切ないんですよとだから平時はいいんですよ、うん、でも病気になった時とかそう,そういう非常事態の時にどれぐらい金がかかるんですかっていうのがわからんでしょうとで、えー、今の日本の国民皆保険だとどれだけかかっても月7万円ですからね 300万とか500万の手術しても月7万円なんですよ本当、うん、ありがたいこれで助かった国民相当いるんですよ、はいはい、アメリカないからね、うん、これだから医療破産というのすごく多いんですアメリカだと、うん、日本国民本当国民会保険に助けられてるんだけどそれなくしますと,とみんな不安に思いますよね、はい。いや確かに今、まあ、最低20万あって働いてるから60万ぐらいの月収にはなってるけどこれ病気になったらどうすんじゃないと。うん、ということでそこにアメリカからじゃあ我が社の民間医療保険株式会社に入ったらいいじゃないですか 年金もね将来ねもう年金ないよと将来不安だわじゃあ我が社の年金サービスに入ったらどうですかと、はあ、市場がブワーって拡大するんですよでなんでアメリカのね医療保険株式会社が、はい、あの評判悪いかというとあちら保険料取りまくるんだけど保険金払わないんですよなかなか特約事項でこれはちっちゃくていろんなの書いてあってあ いやや儲けのためにやってるから、うん、そういう利益を追求する事業体にそういう国民の生命とかね人生をかけるような政策やっちゃいかんでしょ、うん、っていうことで国民ででああったり、はい、公的年金があるんですうん、うん、それを壊そうとだってそこに入れないじゃん今のままだと <laughs> そこは市場入れないんでしょこれが1個目で次がね本命はい本命あの今ですねその東京とかを中心にあのー 飲食店を10時まででっていいう形の規制かかけてんじゃなす一応自粛あの依頼要請、まあ、要請というかそれで、まあ、飲んでくれたら40万払いますよっていう政策東京都がやってるんだけどあの今から年末にかけて書き入れ時なんですよ、はい、飲食店にとって、うん、一番儲かる月なんですそこでそんなことやってるから多分ね年末から年明けにかけてその飲食業の,あの,きあの廃業閉店倒産が相次ぐことになります失業者ふわーっと増えます、うん もう,もう上がったんのね失業率特にあの非正規雇用の方々から切られていってますで反対側で今回のコロナ禍で一つみんな決定的に理解したことがあるはずなんです公務員数が少なすぎる、はい、もちろん平時でもギリギリだったんだけどちょっと非常事態が起きるともう対応できないんです、はい、で一番減らしたのが大阪ね大阪市あの橋本徹が市長をやっていた時からずっと削ってきたんだけど、はい、おかげでそのワンパワーは全然足りないと 結果的に特別定額給付金の配布がですね一番遅かった他のところほぼ配られてるところで大阪市だけ給付率が3%とかってびっくりしたけど、うん、マンパワーないんだなぁということなんですねでこれどれぐらいマンパワーがないかというとおそらくこうなんですよ、えー、地方自治体が新たに公務員を雇おうとした時のその人を雇うっていう機能すら足りないと思う 人をちゃんとスクリーニングして調べてそれで雇っていくっていうことも多分その力もないんですできないいいですきと思います、はい、そのぐらい減らしてるして考えてみたら人雇ってないんだから緊縮財政で、はい、であのはパソナルに連絡するだけじゃないの職員が辞めましたって言ったら<は>じゃあもう一人よこしてみたいな、はい、そんなことやってるところにその人事的なノウハウたまるはずないじゃないですか<ー>、はい、となるとですよとなるとあの竹永さんの力とかであの政治力あるから緊縮財政転換します財政拡大やります 失業者こんなにいるんだからで公務員足りなくて足りないって分かったでしょお前のせいだとりあえず言っとくけど <laughs> お前のせいなんだけど <laughs> 公務員足りませんじゃあ雇用しようじゃないかっていういわゆる MMT でいうジョブギャランティープログラム的な JDP 的な話になる可能性が高いと思うんです、はい、私でもこあの行政側に人をちゃんと選別して雇う能力がないとなるとそこに入っていくんですかもちろんうちからいかがですかみたいなあの紹介料だと思います紹介料 紹介業あのは派遣じゃないと思うんだよね。派遣じゃなくて正規公務員の人材紹介業でこれ誤解してる人多いですけどあのうち,うちも私も経営者だから人材紹介会社とか使いますよ。はい、高いからね結構知ってますどのぐらい年収の何パーぐらいだと思う？何パ、えー？え<の>全然想像つかんないです。年収の二割です。二割。二割。だから五百万円の年収の公務員を紹介したらそれだけで百万円なんですあるよ。で例えばですよ。 あのー、本当にこれまずいってことで公務員を増やそうということになって財政的な縛りもなくなりましたじゃあ年,年間であの政府が5兆円の人件費を払う形で公務員増やそうじゃないかこれやるべきだ一応言ったけど、うん、やるべきだけどやるんだったら頑張って自治体が直で雇いってことです、はい、間入れない、うんはい。中抜きされるんなってことでもそれが力がないってことになると中抜きってことでじあの人材紹介会社としてパソナが入っていきましたと5兆円の20%って 1> 1兆円ビジネスになっちゃうんですよ<ー>あの要は公務員の年収が5兆円分人を雇いまして政府が決断したとしてそこに間に入られちゃったら1兆円でして1兆円一兆円でこれ例えば1兆円分だけ人件費を増やしますってそれを紹介してなったって2000億円ですとてつもない巨大ビジネスになるでしょうと、はい、いうことを狙ってるんじゃないのかなと思わざるをえない気づいた まあ、そういうのいろんなプランがあると思うんですよ彼の中ではか。というか彼のグループですね。はい、その中にさすがにその財政破綻論が嘘だってのバレてきてるからそこに組みしとくのもどうかなと、はい、今,<は>い今のうちに展じちまえと、はい、しかもおいしいじゃんって<も> <laughs> そう俺のビジネス拡大できるじゃんっていうような話になってるんじゃないのかなとしか彼の過去の行動をあの見る限り思えないってことなんですんだからここで誤解しないでほし,しくないのは誤解してほしくないのは 公務員を増やすすすことはいいいいんんででよよ、はい、財政拡大もいいんですよそれ国民のためにやろうようんってこと誰か特定の誰かの大儲けになるようなこともうやめようよということなんです、うん、というわけで道は2つ道は2つか 2>、はい、これ両方やらなくちゃいけないんだけど1つ目竹中さんって意外と権威があるんですよ、うんはい、あれで、はい、みんな信じるんですよ彼が言うと。う とということで政治家とか皆さんの周りの人とか言論人とかまあいろんな人たち財政破綻の人たちにあの竹中さんが財政均衡論間違えだって断言してんだよって形の権威プロパガンダに使う,うもう一つは同時に竹中たちに対しては絶対ふざけんじゃねえとお前の好き勝手なしに国民のための財政拡大が必要なんだよとお前のためじゃねえっていうような声を出して圧力をかけていくというこの二つの道を取る必要があるんじゃないかなと。 竹中さんがベーシックインカムをですね、えー、まあ言い出したんですね。でこれそれで記事になって結構騒ぎになってたんですけど、はい、ベーシックインカムってそもそもなんだと思ってます、ね、イメージですね。多分イメージだと思うんでし。ちなみに複数あります。<laughs> あ、そうなんですか。かどのイメージなんですかって話なんです。毎月定額を政府から給付されるっていう。それもあってますけどね。あってますけど。イメージです。イメージですよね。はい、じゃその時に例えば。 えー、今ささん国国民民年金とか国民健康保険ですよね、はい、すあれはなくなりますとかって想像します想像したらちょっと怖いですね。うんうん、ななくったらあのというもともとだからベーシックインカムいくつもあるんですよ。はい、確かバートランドラ・アッセルか誰かがですね要は生きるためにその働かざるを得ないっていうのはこれ文化的に損失だろうと、うん、ある意味まっとうなんだけどその通りはその通りなんだけど、はい、その部分は最低政府が保障すべきじゃないですかと。 うんうん、その上であみんな働いたり文化的な活動をしたり働いて文化的な活動をしたりとかですねそういうことをやる方が文明は進化するんじゃないですかみたいな議論が昔あったんですよ。ただあの現実の世界少なくとも戦後って言われる、まあ、第二次世界大戦以降を言われているペーシンクインカムは竹中平蔵ミルトン・フリードマン版ですよっていうのは知らなくちゃいけないです。 これはどういうなのかどういう政策かというので、はい、例によってチャートでこれあの柴山啓太先生にもらったチャートを作ったんですけどこの人ですねミルトン・フリードマン、はい、主流派経済学グローバリズムのの中高の祖ですこの人いなかったら世界こんなことになってないと <laughs> サッチャーとかレーガンとかこの辺に影響を受けたはいもちろん竹中さんもそうだし小泉政権の安倍政権もそうですでこのミルトン・フリードマンはですね「社会保障を全廃しろ」って言ってたな,なぜか。 社会保障なんかがあったら財政赤字がどこまでも膨らんでいくっていうね貨幣のプロンなんですこのおっちゃんこれ偉そうな顔してますけど400年前の頭なんですそうすると社会保障ってまあ高齢化が進むとそれ膨らあの額増えますよとえだから何なのっていうのが、まあ、そういう実際そういう話なんだけどこんな財政赤字で破綻してしまうっていうふうに思ってたんですだから全敗しろと 極端ですね、ゼロイでってことはほら前回グローバルズムの話だけど、うん、あのもう改革的ですからね、はい、保守的じゃなくて改革的だから全廃あと最低賃金制度廃止なぜでしょう、うん、あの企業は最低賃金制度があるから人を雇えないんだって理屈になってるんですえー、最低だ例えば時給100円で人を雇えないでしょはい、はい、あじゃあどこまでも下げますと。 前が時給100円の働きって話なとりあえず俺が雇ってやるわ <laughs>、ね、で、まあ、そういうこと言ったんだけどこういうこと、まあ、こういうことやるとねさすがに要は暴動とか犯罪とかテロとか革命とか起きるでしょう本当にやっちゃったらだからこれとセットでベーシックインカム別名負の所得税を提唱したんですミルトン・フリードマンの政策をですね柴山啓太先生にもらった資料からちょっとピックアップしてまいりました、はい、農産物の価格保障廃止 うん、関税撤撤廃廃輸入割当作付け面積制限廃止これ今日本やってるんですけどね要は関税下げてでほら、えー、この減担なし、はい、あそうなんだそういうのは市場に任せなさいってことです、えー、だからその結果日本の農業が消滅したとしてもそもも市場が決めたんだからと。 はい、だからそういうことになって困るからこういうことやってたんだけどそれをだんだん今なくしていってるのが日本ですね食料安全保障の観念がもう消えていってるからで最低賃金は廃止さっき言ったようにで利子率上限廃止これ怖いでしょえ怖いえっ戸市よりもっと取っていいって、うん、あの牛島君が合法になの分かりやすく言それは市場が決めるんでしょうで政府による独占供給の廃止これがすごいだと思うのはライフラインとかインフラもダメだと。 だから水道とか電力とかガスの民営化は、うん、当たり前市場が決めるんでしょうと。うああいうのって巨大なこうインフラ作んなくちゃいけないから一社でなんてねそうそうもし危険じゃないですかもし作っちゃってそれを回収しようとなると水道料金どこまでも上げられますよ論理的にだって他に選択肢ないんだもん,ん A 社の水道嫌だから B 社ってできないじゃないですかでもダメなんだってインフラもダメだから全部民間にやらせなさいと。そうもも儲かる ようにするから多分あのさやさんの家の前の道路を歩くと通行で、えー、あ通行料通行料通行料を取るんですかはい。実際これあれですよ例えばフランスがベトナムを支配していた時期にメコン川だったかなはい。川の上にはフランスが橋を作ってくれたんですよありがたいですねでもベトナム人から通行料を取ったんです すごいえげつないでですすね市場が決める話です、はい、マスコミ完全自由化、まあ、結構これ話さないけどこれね5番社会保障制度特に公的年金、うん、廃止、えー、これが一番金組み石なんだ、えー、ということでこ,こういうのをやっていくとあのまあ国民が暴れ出すから絶対に真、はいはいま、っ先に先頭に立ってやれば私はみたいな、うん、<laughs> だって死んじゃうもんそうですね、うん、だから、うん、貧困対策は負の所得税方式なんです はい、負の所得税って何かというと要はベーシックインカムを国民に配るのはいいんだけど財源とかはその、まあ、税収の範囲でやんなくちゃいけないですんだからどうするかなんですね、はい、高所所得得者者から税金取って機械的に低所得者に低分配すするんです、うん、つまり高所得者は税金を支払うんだけど、うん、低所得者層は税金を受け取るんです、うん、だから負の所得税っていうんですね所得税を払うんじゃなくて所得税をもらうんだ上から機械的にやれと。 そうすると、いわゆる生活保護で、例えば受け,られ受けられる、受けられないとか、不正受給でうんぬんかんのとか、うん、そういうのが全部なくなるだろうと。分、うんうん、かりやすいでしょ。はい、シンプルでしょ。非常に効率的だろうという話なんですけどね。じゃあ、これどういう、どういうことかというと、要は、もう国家は国民を守りませんということなんです。ただ、本当に守りませんってやっちゃうと、お前たち暴れるだろうと、そりゃそうだろうと、犯罪増えるだろうと。 それととちょっと面倒くさいからじゃあ最低限生き,生きれる分ぐらいくれてやるとでその財源も国債とかじゃなくて所高所得者から取ったのを機械的に分配する負の所得でっていうことを竹永さんは言ってたんです、はい、だからあの竹永さんのベーシックインカムがある意味正当正当なフリードマン、ねうん、オーソドックスえこれを実行した国ってあったんですかサッチャーがちょっとやろうとしたけどねへえそうだったんですね えー、これも言ったから<ー>徴兵制の配置当時ベトナム戦争ですからアメリカの若者は徴兵されるまあ徴兵こそまさに究極の国家の権力の工事じゃないですか、うん、そういうのがダメだって話なんですよねでも徴兵しないで軍隊いなくなってどうやって国家守るのか知らないんだけどあ多分民営化だな民,化民間軍事株式会社だな 昔のブラ。ックポーターみたいな。<平>そ,れそれで、やらないんじゃないかという話なんだろうけど。まあ、これ人気出たんだけど、基本的には国家の関与をすべてなくせっていう考え方なんで、ある意味筋が通ってる。うん。で、竹中さんも筋が通ってる。うん、うん。だから、社会保障全廃ですから。<laughs> 最近言い出したのは、なんでなんですか。いや、あのね。<laughs> 昔から言ってた。あ<ー>はい。 ただ今ちょっと目立ってるじゃないですか菅政権のおかげでそうです、ね、そのタイミングで多分彼はできるなと思ってないですね、うん、こういう考え方を浸透させてちょっと引いたところで落としどころ見つけると思うへえ落としどころってどう基本的には社会保障をなくしたいんですあ<ー>で特に医療保険でしょあの彼が嫌いなのはここ国民健康保険です険国民皆保険が嫌いなんですなぜかというといなぜでしょう なぜですかいや嘘が分かるくていい、えー、分かんないです、えー、本当に分か,るん,だ分かんないですはい。フォーラーラって民間の保険会社が儲かんないからに決まってるじゃないですかああ、なるほど、はい、でも竹中さんそんなに保険会社系と親しい,でかいやでも竹中さんはパーソナウンヌンとかビジネスの話もあるけど、はい、アトキンソンさんと同じで国際金融司法の窓口ですからなるほどこれ国際金融司法の窓口ですっていうこのレトリックとか言い方はこれ安倍総理が私に直接言ったからね さされたさ会食されたた、はい、だから代理人でしょ、うんはい、だそういうところの利益もちゃんと見なくちゃいけないからアメリカの医療保険会社ですよなるほどが嫌いとにかくこ日本の国民保険がにくくてにくくくくててたまんないと思う、うん、それでベーシックインカムを上げるから社会保障全般国民年金とかなしよ国民健康保険なしよってなるとそのまあ7万円って言ってたから7万円で何とかするへ<ー>で保険もないからね当然 じゃあ、あいわゆる怪我したり、あの障害を負っても。それはね、自己責任。うん、だから、だって、だったら、我が社の保険入ってきなさいよ。七万円の、ちょっと、二万円ぐらいも払って。うわー、あ、こきですね。<laughs> 本当に。はい、あの将来、将来が不安、じゃ、あ我が社の年金サービスに入っときゃいいじゃないですか。でも、アフラックにね、うん、入っちゃうんだから。アフラック、もともと、そのルートできたのよ。もともと、がん保険とかなかったんだから、うん、日本は。あ、そうなんですか。そうです。そうですよ。そうです。 それを橋本政権が保険分野解禁ってやってそれはほら官報が官報生命ががん保険を売ろうとしたんですよね安倍政権の初期<ー>2013年だったかなその時にアフラックが文句をつけたのかどうかは知りませんけども、はい、なぜか麻生財務大臣が官報の,の,の保険の販売を中止してアフラックの代理店にしちゃったのそうだったんですかこれ誰のため えー、いやなんで郵便局にいつもアヒルがいるのかなと思ってあそれ代理店だから <laughs> 本来は官報は独自のがん保険を売ろうとしてたんですする、うん、と結構シェア取れたと思うよする <laughs> とこれ困る会社が出てくるでしょアフ,でし <laughs> アフラックアフラックアフラク困るでしょということで、えー、麻生財務大臣が止めたアフラックのために外国企業のためにじゃあ麻生さんもやっぱりあの林先生が言うところの国際金融資本の、うん、支配下ですね あれはもう典型的だからもう明らかに説明できないともう理由をそうですよで何でで駄目なの官方生命打っちゃそれこそ自由なんじゃないですか自由だって言うんなら売っていいじゃないですか娘婿かそれは踏み込むつもりはないんだけどやってることは明らかにそれこそ国際金賞の代理人っていうか代理店に見えますね麻生財務大臣はね少なくともアブラックの件はねということなんですねはい そ,のそ,そこまでいかないんだろうけどもこういう思想を浸透させていって、うん、で最終的には、まあ、医療保険まあ保険会社だろうね多分ね保険会社のビジネスにしたい生活保護は多分こうなるんです生活保護はね、はい、いやそんな金とか配ると実はこれ,あれこれ前回のほら前々回,前々回、うん、ルサンチマンプロパガンダの話だでしょ、うん、生活保護で私だってみんなパチンコに使っちゃうじゃないかっていうふうに言われると、うん、反感を持つでしょ、はい 本当だよなーって。どのぐらいパ,クパチンコに行ってるか知らないよ、私は。うん、でゼロじゃないよね、そんなもん。うん、じゃあ生活保護は全廃ほらね。この発想になるわけ。そ,その問題は分かったから、それ解決つらいんだ。それがメンテナンス保障だろうって話だけど、確信。生活保護全廃じゃあ生きていけないじゃないですか。うん、じゃあ、フードスタンプを配れ。食料券。はい、こうなると思う。アメリカ実際そうだから。<ー>するとどうなるでしょう どううなるんだろうそれはそのフードスタンプを使ってくれたら値引きしますよというそのジェネラルマーチャン大臣巨大なスーパーマーケットとかが設けるんですウォールマートもろにこれやったんですアメリカであそうなんですかだからアメリカの貧困層は生活保護ないけどフードスタンプもらえるからそれ持ってウォールマート行くんですへえそしたらのとこに勝てるわけですウォールマートうーんまあ日本でどこがやるって言わないよ分かんないから、まあ、皆さんの頭の中にこう出てくる、まあ、3文字のとことかねやるんでしょ多分う はい、どうですか、はい、何でもビジネスになりましてだから生活保護なくして万円だけ配るでもパソナは、うん、あの率先して淡路島に社員全員移転して、はい、あの地方創生に励むって言ってますけど。はいうん あれどう,いうふうどういう雇用形態になるか分、ね、<laughs> かりませんけどねオーディション型雇用とか言ってるでしょ言ってますオーディション型雇用まさにそれ市場原理ですよ、はい、募集したらお申し込みしなさいと、うん、落ちた人は知らん知らん知らん、うん、オーディション型だから期間限定でしょ、うん、はい一旦リセットで、はい、もう一回募集しますこれだから季節労働そうださ前回のね前々回が使ったものにこれなんですよ、はい このな的なんですよ、うん、人材って蓄積しなくちゃいけないでしょっていうのが本来のあり方だと思うんだけど、はい、こうじゃない調達的なんですよね、うん、しかも短期調達的だから一番儲かるでしょ、はい、会社としてはでもそんなことやったら絶対企業競争力とかなくなると思うようんどうったらの外から買ってくれいじゃねえかって話で調達的だからです、ね、見事でしょ、うん、でこの延長線上にだからベーシックインカムあるんだけどもう一つ重要な点があるんです、はい、このフリードマンのえベーシックインカムって え財,源財源が高所得者層から取る税金なんですね。それを機械的に分配するんだからめちゃめちゃ効率的だし財源の問題もねえじゃないかってそりゃそうでしょうね。うん、もしベーシックインカムの受給者が増えたら高所得者からいっぱい税金取らないだけですよある意味。はい、それが社会安定のためでしょう。なんてこう綺麗い言うんだろうけどつまり財政均衡主義がが前提ななんんでですすここがポイント分かりますでしょこの、はい、の所得税っていう発想自体が 財政均衡主義が前提ですここに通貨発行のの意思っていいうのはなだってこの人だったら頭の中で400年前だもん金貨銀貨の世界だもん貨幣のプール論だもん。そう<ー>ということはこの根本が間違ってるからこういうおかしな発想になるわけなんですよ。はいだから別にあれよあの私は別になんか,なんかほら MMT ねモダンマネタリーセオリーを支持してる人たちが BI やるべきだとか JGP だとかこうもめてるんだけど <laughs> Twitter で見てて。 でもあの本家本元のベーシックインカムは MMT 的じゃないんですよ財政均衡主義だから負の所得税なんですよはい,はい限りある所得のパイを奪い合う,っていう奪い合う奪い合う<ず>一応配るですけどね<る>これ配る多層になってるんですよねはい,はいところだから結局だからなんだろうベーシックインカムの議論は私全く今しないのね意味ないからだってやるんだったら竹中方式になるよフリードマン竹中方式ですよ、はい、だから何をやるべきなのかまず財政均衡論を突き崩すことですよ 緊縮財政をやめることです。うん、で、さっきさいさんおっしゃったように通貨過剰っていうのを発行すればいいんですから政府が。はい、その上でそこのとばりもう縛りがなくなった上でベーシックインカムやるってなって別にいいじゃない。何やったっていうあの国民が議論して政治家が議論して決めないんですよ。うん、でも緊縮財政ってのがある限りこうなるよ確実にベーシックインカム。うんうん、こういうとこれも議論の混乱なんですよね、うん。あの林先生がおっしゃってたように、うん、その国際金融資本が 通貨発行権をですね、なんかイギリスであったり、まあアメリカもそうだけど、うん、日本も通貨発行権あるじゃないですか。ありますね。で、日本はなぜそういうふう、もしその人たちの意思が働いてるとしたら、うん、なんで持ってたんですか。働いてないですね。働い、日本は働いてないんですか。それもですよ。だって株式、日本銀行の五十五パーセントの株式は財務省ですから。だから、だから安心だけど、そこでだから財務省に行くわけですよ。あ<ー>意味ないでしょ。じゃあ日本は唯一って言ったらあれだけど。はい、そんなことない。 そんんななことないんだけど、その通貨の要は中央銀行の株式運動とかあるんだけど例えば FRB にしても確かに民間の銀行だけど、うん、人事権は上院が持ってますからね上院会員とか、はい、あるいは大統領とかがそういう形でバランスしてるわけですよね。一方的に国際金融資本の思うがままの金融政策ができるわけではない<ー>日本はもっとできない、ね、なんで、ね、ある意味ね<ー>だから財務省を抑えるんでしょなるほどあ <で>ちなみに日銀,日銀の話するとよく45%は民間が持ってんじゃないかとか言われてそれをロスチャイルドとかロックベラーがあって思うでしょ思うなないない,ない <laughs> その辺の中小企業のおっちゃんたちそうなんですかそうですあ確か皇室も持ってるとか言ってたからへえ<ー>、はい、でねちなみに日銀の株持ってたって <laughs>、はい、配当は制限されてて議決権もないからね、うん、から逆にそれ持ってて何の意味があるのってあの持ってる人に聞いたことがあるんだけど「うん、記念?」って言われた。 日銀の株券を額に入れて飾っとくんだって私もそれやりたいからあの売ってって頼んでんだけど誰も売ってくれないんだなこれがそうなんですかんかあまりにもベールに包まれすぎててそんなことないですよかいろんな想像力があるそれはね分かる45%の配分とか誰が持ってるっていうのは発表しちゃダメだと思うこういうのがいるから売ってくれ売ってくれってや欲しいよ本当にっていうなっちゃうからだからそれ秘密なのはいいんですよ別に読んで45だから関係ないどうせ議決権ないし配当も制限されてるし。 うんはい、だってあれ資本金1億円ですからね日銀ってあんなでかくて、はい、じゃあそこにはでも及んでないってことなんです、ね、及んでません及んでないんだけどあんまり関係ないねだって財務省をがっちりやられてかつ、はい、その前々回やりましたけど諮問会議ね、はい、なんとか会議とかに、うん、経営者たちが本人が乗り込んでるんだから <laughs> あれは代理人たちが、うんうん。ということでいろんなやり方でやられてるんで、うん、なんだろうなこれが悪だみたいなそのスペクターみたいなのはいないっていうのを気付かなくちゃいけないです。 はい、みんな大好きでしょ。そうスペクターみたいな悪役がいてすべてを支えしてると。ということはこいつを倒せばいいってことになるよね。そ,うですねそんな甘くない。甘くで国によっていろんな支配の系統が違うんで。うん、ということをねぜひ知っていただきたいからでじゃあどうですかあの社会保険、社会保障全部撤廃して失業保険も生活保護も全部撤廃して七万円だけあげます。<laughs> ちょっとちょっと生きていけないかもしれない。生きていけないかもしれない。何もできなくなっちゃうかもしれない。やほっとけばいいのか。<laughs> 働きますけど、はい。それで失業したらどうするんですか、はいと。特に私の職は不安定なんですと思ったでしょう。思いました。これは自己責任でしょう、えーはい。そういう人生をあなたが選んだんじゃないですか。<laughs> っていうような社会にしちゃダメでしょっていうことなんで、私はあれをちょいとくけど、はい、ベーシックインカムに反対してるわけじゃないんだよ。そうじゃなくて緊縮 <laughs> 財政の上でベーシックインカムってなったらこうなるのに決まってるんだろうとそうというのは理解してますたい、ね。はい。ということでまあまあこういう今日私が話したような情報をベースに議論を深めていただければなと思います。とりあえず緊縮財政の打破。これはないと話になりません。はい じゃあ本番始めさせていただきます5秒前4 3 2東京本番門教室という番組をですね東京 MX テレビで日曜日の午後7時から8時各週なんですけど、えっと、番組をさせていただくことになりましたいわゆるフェイクデマ嘘そういったものがもう。 はびこって,るっていただもうよくご存知じゃないかなと思いますまがいもんばっかりの世の中の中でほんまの情報はこれなんやとほんまの考え方こうなんやとほんまに日本を要するんじゃなくこうするのが必要なんやっちゅう話をですね地上波のテレビでほんまもんを提供していくと隔週で、えー、週1時間あ日曜日の。 午後七時ですからかなりいい時間帯ですよね絶対に面白い番組を本んまま1人でも多くの方にお届けしようと思ってございますのでぜひどうぞよろしくお願いいたしますコロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか 重大な議論に立たされている日本は、これから何をすればいいのか。そのようなことを解説した書籍が、三橋高紀の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は、書店では購入できません。こちらの QR コード、また概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね